X-19 カーティスライト X-19X-19 はアメリカ合衆国のカーティスライト社が開発した垂直離着陸実験機ティルトローター機であり4つのプロペラを有していた初飛行は1963年11月20日カーティスライトは自社資本でティルトローター機の開発を進めており 試作機の社内名称 X-100 を1959年12月に完成させた。X-100 は1機のターボシャフトエンジンを持ち、それにより2機のティルトローターを駆動させ、ビブの稼働のツルより廃棄することにより、ホバー制御や微速前進を行うことができた。X-100 は十分な試験成果をもたらし、これをもとに6人乗りの実証機 X-200 が、 開発されることとなった。X-200 が発表されると、アメリカ空軍が関心を示し、1962年7月に、X、X-19 として2機が発注された。これは後に、陸軍、海軍も加わり3軍合同で試験が行われることとなった。X-19 は串形配置の主翼を持ち、各主翼端には3羽のティルトローターが取り付けられている。 前、翼公園にフラップがあり、あと、翼公園には内側に昇降だ、外側に補助翼が配置されていた。ターボシャフトエンジンの取り付け位置は胴体後部である。初飛行は1963年11月20日に行われた。これはホバー飛行であったが、着陸事故を起こし、2回目の飛行は1964年6月26日のこととなった。 軍による試験は1965年8月から開始されたが、8月25日に墜落、機体は破壊された。2号機は計画の遅延により、製造途中でキャンセルされた。X-19 の飛行回数は50回、4時間弱であった。2号機は国立アメリカ空軍博物館にて、レストア作業されている。ありがとうございます。